今日のナンクル旅トーク、2月25日夕方6時半過ぎました。先週すいませんでした。ちょっと風邪で流行りものに手を出しました。まあ手を出しちゃいけない流行りものですね。ちょっと体調悪くして、ちょっとまあ、お仕事もあったんで、ちょっと病院でちょっと点滴打ってました。ドーピングしてました。皆さんも風邪に気をつけましょう。まあ自分も言えないんですけど、寒くなったりしてますんで、また来週からちょっと暖かくなったりとかするらしいんで、自分も気をつけます。はい、ということで今日もお送りしていきたいと思います。今日のお話なんですけれども、今日はですね、成都、チェンドゥ、四川省の、まあ、大きい町ですね、州都というか、そこの成都からですね、成蔵鉄道という鉄道ですね、世界で一番高い標高を通る鉄道で、これからですね、ちょっと面白くなります。中国のですね、あります、チベット自治区ですね、ちょっと、ある意味禁断の地というか、なかなか旅しづらいところなんですけれども、そちらの、州都というか、そこのラサに向かうお話をしていきたいと思います。今日もこれから30分間、一緒にお付き合いください。今日のナンクル旅トークお送りしております。中国編ですね。先ほども話しましたとですね、チェンドゥですね、成都からだ、ラサへ向かう方法なんですけど、まあバスとかで行く方法もあるんですけど、ですね、パーミット、中国人以外はですね、旅行者はパーミットという許可書が必要なんですね。でこれがないといけなくて、ちょっと中国人のふりしてチケット買おうとしたんですけど、まあすぐバレて、まあ、中国語喋れないということで、でだったんで、もう仕方なくパーミ、まあ、旅行会社にお願いして、でパーミット付きの寝台列車を取ってもらいました。これがですね、1550元、日本円にすると、まあ、その当時1元が15円だったんで、まあ、約2万3000円ですね。すごい高いです。まあ中国どれぐらい安いかというと、食堂に行ってご飯と、まあホイコーローとか食べて、でまあ、ビールつけて、安いところで10元150円食べれるところなんで、かなり高いです。外国人料金ですね。まあでもこれじゃないといけないってことだったんで、まあ泣く泣くこれをチケット取りました。でですね、これが寝台列車で4名1組の、まあ寝台、1つの部屋に2段ベッドが2個あるって感じですね。よく日本にもあるような寝台列車なんですけど、できればちょっとなんか言い方悪いんですけど、ちょっと中国の方って、まあ、なかなか独特な見解で、まあ、マナーがちょっと合わないというか、なんでできればもう日本人同士行きたいなと思って、でたまたま泊まってたシムズコージーコーナー、コージーコーナー、あれはですね、銀座コージーコーナーですね、間違えました。シムズゲストハウスってやるんですけど、そこも日本人結構いまして、そこでちょっと人数を募ったところ、ちょうど4名いたんで、で、その、まあ、自分も入れて4名で、じゃ同じ部屋ってことで、取っていきました。ですね、これがですね、成都からラサまでなんですけど、距離にするとですね、まあ、すごいですね。3360キロ。わかんないです。まあ、遠いです、とにかく。で、これをですね、だいたい約48時間、2日間ですね、かけて、丸2日かけていきます。でこれが、まあ、夕方6時過ぎに鉄道ですね、と出発しまして、でゆっくりゆっくり行くんですけど、結構この食堂車もあったりとかするんですけど、まあ、この
貧乏旅行でしてて、まあ、ただでさえ2万3000円という大金を払ったんで、まあ、なるべくやっぱりあのお金をねセーブしようってことで、まああのあれですね、もうカップラーメンとかをたくさん買い込んで、で中国いいところはですね、どこでもお湯が手に入るっていうことですね。なんでもうカップの麺をたくさん仕入れて、もう主食カップ麺で、まあ、あとちょっと途中で泊まるところでパン買ったりとか、そういう果物買ったりとかしてました。もう本当はまあちょっと一食ぐらいは食べた方が良かったかなと思ったんですけど、まあ多分中もちょっとまあ外国人料金取るんでまあいいかっていうことでで行ったんですけど、こちらがですね、この世界で一番標高高いところを通るってところ でどれくらい通るかっていうと、標高5000メートル通ります。富士山のよりも高いですね。でどうなるかというと、5000メートル超えるとやっぱ高山病になりやすいってことで、でこの列車がですね、航空機とちょっと似たような感じで、平地よりもですね 2% 酸素を含んだ高濃度の空気を車内に入れてます。なんで標高5000メートル超えても、まあ、3000メートル並みの、まあ、3000メートルでもすごいんですけどっていうところで、でこの寝台列車なんですけど、寝台列車にも必ずベッドのそばになんか鼻に空気が入るやつがあるんですけど、もう直接この2本ですね、鼻に入れる感じですね。これがちょうど酸素が通ってるんで、いつでも酸素は吸えるよっていう感じになっていました。でなんですけど、まあ2日間ですね、シャワーなし、まあまあそれまでは普通に入ってたんですけど、まあ、シャワーなしかと思って、まあ別にいいやって感じで、まああんまり汗もかかなくて暑くないので、逆に寒いですね。一応毛布とかあったんですけど、それだけでは寒かったんで寝袋も一緒にやって行きました。で走行しているうちにですね、ちょうど2日目のですね、まあ、朝10時11時くらいですね、もうこの一番世界で一番高い駅って言われる丹来駅っていうところに泊まりました。ここ表示が5068メートルってなってて、さすがにドアは開かないんですけど、まあ、写真撮ったりしてすごいなと思って、で、まあ、一つちょっと、まあ、やっぱり中国だなと思ったことがあって、そこですね、先ほど話した標高ですね、5000メートル通るとやっぱ高山病になりやすいってことなので、まあ、外気を遮断して高濃度の酸素を入れてるって感じなんですけど、2日目ですね、トイレ行った時にですね、ドアが開いてるんですよ、窓ですね、窓が、意味ないだろっていう外気入れちゃ意味ないだろっていう、酸素握っていくよみたいな、もう、まあ、一応閉めたんですけどな、まあ、そこら辺ですね、なんかちょっとハードなものはいいのにソフトな面が甘くいってないっていうか、まあまあそれもあったんで、もうなるべくはもうそこ行く時はもうずっと鼻にも酸素入れて高山病ならないようにやっていました。で、そうこうしていくうちにですね、2日間ですね、やっと48時間の旅ですね、それ終わって、夕方、ね、ラサに到着しました。ということで、このラサに到着して、その日はもう宿ですね、近くの、もう宿を泊まって、またちょっと別の宿に移動はしたんですけれども、まあ、そこでちょっとやることがあったんで、しばらくですね、ちょっと人探しっていうのをやっていました。でこの後の話はちょっと音楽の後に行きたいと思います。まず1曲目ですね、久しぶりに REM の曲を流したいと思います。とエブリバディハーツですね、行ってみます、どうぞ。
はい、キヨのナンクル旅トークをお送りしております。先ほどラサに着いたって話をしました。あのチベット自治区のですね、の大きい町ですね。でこちらで着いた時にですね、ちょっと先ほどやらないといけない人探しっていうのがあったんですけど、あのチベットに行った理由がですね、あの西チベットにあるカイラス山ってあるんですけど、そこに行きたくて、あとその手前にエベレストベースキャンプっていうのがあって、そこはぜひ行きたいなと思ったんですけど、そこはですね必ずあの先ほど言ったパーミットがないといけない、で個人のではもうほぼ行けない、ヒッチハイクとかしか行けない、で途中で警察に捕まってパーミットないと連れ戻されるっていう、まあ、ちょっとあの、まあ、リスキーな感じだったんで、もうだいたい行く人はですねドライバーを雇って、車をレンタカーを借りてドライバーを雇って案内させてもらうっていう形ですね。でだったんで、もこれですね、まあとにかく人を集めようってことで、たまたま宿に行った時にですね、あのこの前話したリージャンでこのなんかあのパーティーピーポーをやった一人イスラエル人の方がいて、お一緒に行こうってことで、でまあちょっと自分の中で張り紙を作ってゲストハウス何店舗かに貼って、でまあ街歩いてる人ちょっとあの外人に、お前カイラス行きたいんじゃないかってちょっとナンパですね、ナンパして一緒に行こうよってやって、まあ断れ続けれてっていうのがあってですね、まあやっと4日目に人数集まりまして、通常5名で行くんですけど、まあちょっと結構値段が高いんですよ。高いんで5名なんだけど6名にして1人は2台荷物と一緒に乗るって感じで、でそれをローテーションで行こうってことで、でやっと人数集まりました。それがですね、と日本人自分1人ですね、次イスラエル人5人以上、アウェーです、完全アウェーです。イスラエル人5名、パーリーピーポーですね。その中に日本人1人ですね。まあ、まあ、でもとにかく行けるって決まったんでよかったってことで、じゃあちょっとこの、もうルートですね、決めようってことで。で、まあ、決めて、まあ、ルートで言えば、あのまずエベレストベースキャンプに行って、この後マウントカイラス山に行って、カイラス行って、で、帰りにですね、あのラサに戻る前に、ちょっとネパールのボーダーに寄ってもらって、で自分はこの後ネパールのに抜ける予定だったんで、そのボーダーで降ろしてもらって、であとは何名かはそのラサに戻るっていうルートでしたね。っていう感じでやったんですけど、これがですね6名で割って1人2150元ですね、あの約3万2250元。まあまあなかなか行けない場所に行けるからいいのかなって思って、ちょっとこれで払って行きました。でもうこれですね、まあ結構すごい人道中みたいな感じで、またこれはまた来週ゆっくり話していきたいなと思います。と、まあ、とそういうことで、まあ、やっと4日間ですね、あのやっと決まって、で、まあ、ちょっと行くまでなんか3日間ぐらい時間があったんで、まあ、その間ですね、あのポタラ宮というところを見に行きました。もうすごい有名なところですね。で、まあ、あの昔あのとチベットの主導者ですねが住んでたとダライラマさんが住んでたところですね。で今ダライラマさんはちょっとあの亡命して、あのインドのダラムサラーってところにいるんですけど、そこ あのポタラ宮をなんか見学できるんですけど、まあこれも外国人料金ですね。中国人は1元15円で、外国人は100元、1万5000円、なんやねんみたいなまあまあ仕方ないやと思って、でこれで行きまして、あはい、1万5000元じゃないですね、あとあ1万5000円1000元だから1500円ですね、うん、でまあその時あのあそこをですねタイで作った偽学生証使ったんですけど、これはダメだって言われました。ちょっとまあダメでしたね、まあ、ちょっとバレてました。まあそれはいいとして、でそれでポタラ宮見たんですけど、もう中はすごいですね、豪華絢爛絢爛っていうんですかって感じで、もうすごい金ピカですごい綺麗で、であそこですね、あそこがすごい面白かったです。出口のところにトイレがあるんですけど、このトイレがですね、まあちょっと、まあ、ポットン便所みたいな感じなんですけど、結構ポタラ宮ってちょっと高いところにあるんですね。階段をもう100段近く登っていくところで、結構すごい高いところで、もうでそこの、まあ、出口の方も高いところなんですけど、そこにあるトイレがですね、
すっごいちょポッと見えるんですけど、めちゃくちゃあれなんですよ、下なんですよ、まあ、変な意味こうやって2秒後にポトンって聞こえるぐらいですね。ここ絶対落ちたくないと思いながら、まあまあそんな大きいスペースじゃないから大丈夫なんですけど、あれはなかなかちょっとまあカオスというか、すごい、あのもしポタラキュー行くときあれば、あの出口のですね、あのトイレ行ってみてください。すごい面白いです。穴場なのかな、うん、ちょっと面白かったところですね。という感じでポタラキューを見たり、あと寺を見たりで、あとよくそこ行ってたときにですね、あのチベット人がやってるカフェがありまして、そこはバター茶とかいろいろ出してるんですけど、そこにいた女の子が英語も喋れたんで、で、あ、じゃあちょっとチベット行くからこれからチベット語を習おうってことで、あのそこでまあとちょっとまあ毎日というか通いながら、ありがとうわーちゃん、タシデレーとか、ああタシデレーって言うんだとか、なんか紙に書いてっていう感じで、ちょっとまあ結構仲良くなりながらいましたね。でその時ですね、あのまあ一緒に旅したたかしくんも一緒で、まあ、たかしくん、あのですね、あのあちょリージャンじゃなくて、あのシャングリラでリージャンですか、ちょっと告ったっていう、たかしくんまた恋に落ちましていいですね、いいですね、このチベットのかな、ちょっと自分なんかも応援したんですけど、まあうん、まあ結果はどうなったか分かんない、まあもううまくいかなかったのかな、分かんないですけど、まあでもたかしくんもまたそこでまあ恋多き男ですね、すごい良かったですっていう感じで、ちょっともうしばらくまあ過ごして、であのまあいろいろ前日はもう食料をちょっと買い込んで、でラサに行きました。ラサですね、あの西チベットの旅ですね。これがですねすごく面白かったです。もうちょっと来週ですね、来週一周で話せるかどうか分かんないですね、なるべく話そうとは思うんですけど、もしかしたら2週になるかもしれないんですけど、これを流していきたいと思います。まあ、来週はですね、西チベットですね、なかなかあの行けないところなので、またちょっと楽しみにしていってください。ということで、もうそろそろお時間になってしまいました。と最後はですね、また REM の曲で、ちょっと、まあ、もう夜更け、もう夜が明けたんで、ナイトスイミングという曲を聴きながらお別れしたいと思います。今週もどうもありがとうございました。と来週ですね、西チベットの話をしますんで、また来週お待ち、楽しみにお待ちください。来週よろしくお願いします。バイバーイ。